僕にも薬にもならない解説考察動画、第11弾始まるよ。今回はですね、外伝ということでいつも通りのペースでやりたいと思います。本編に引き続き私、リリアン先生がお送りいたします。少女は兵士に振り払われ、弾き飛ばされました。少女の名前はナーシャ、兄の名前はカイルと言いました。その2人は1人の兵士によって引き裂かれ、少年は兵士の道へと、 歩んでしまうのでしょうか。少女の間に、匹の小動物が、駆け寄り、涙を伝えました。その小動物はパルと言いました。眉という名の種族です。兄と妹を引き裂こうとする兵士。兵士はナーシャの体をゴミのように放り投げ、小動物も一緒に投げ出されてしまいました。それからというと、兄のカイルは、兵士に連れて行かれました。引き裂かれたナーシャとパルは、老婆バに駆け寄られ、老婆バ、ジャバ様は絶対なのさ、言い残しています。 全く関係のない水流士の宣伝お疲れ様です。ナーシャは口すら聞かなくなり、ただ花辺を眺める日々が続きました。ある日、桜色の貝殻を発見し、そこに耳を当てると、なんと竜神様の声が聞こえる不思議な貝殻なのでした。それからのナーシャは天に向かって、祈り続け、貝殻に耳を当て、髪に祈りを捧げる毎日が続きました。カイルが連れて行かれて半年が過ぎたある日、ナーシャの住む村は邪魔によって潰されそうになりました。それは村中の男すべてを兵隊にするということでした。 バルが兵士によって殺されそうになる中、竜神様こと竜神漂流様、幻左京様がご降臨なされました。知らぬイモリイモビ形ですし、展開民体体イケメンは、そうかもしれませんね。さて、漂流様無双は、これから始まりますよ。左京さんはバルを救ったり、左京さんより大きな巨体の、兵士さんの、腕をねじ曲げていますからね、左京さん案外力からあったのですか。ナーシャ、竜神様ですね、左京様は兵士を睨みつけるように、見て、左京。 ならば教えてやろう。我が名は左京、幻左京。邪バ軍を殲滅。するためにここに降臨したのだ。この罪は星よりも重い。その悪行三枚、覚悟しておろうな。兵士、両うやさ男、左京様より巨漢な男が立ちふさがりました。バイケンという兵士は下手な絵を地面に描き、お前の顔だ、と左京様を苦笑させました。その絵を思い切り蹴り上げると、バイケン、い」ギャヒー、と人とは思えない声を出し、 バイケンは説明しました。それでも兵隊は左京様に襲いかかりました。左京、真の水術をメイドの土産にとくと味わうと、よい漂流様無双は邪魔の、すむ王宮へと伝わり、それがただことではない、ということになるのはその後のようです。大漂流様対策になるはずだった。腹と柄は早速サキの、元へと、送り込まれました。ナーシャは自分の兄である、カイルを助け出そうとして、龍神様に、祈りましたからね。ナーシャは龍神様のイケメンぶりに、 顔真ただで,でさえ優しいですからね。ナーシャ、竜神様を見ると、お兄ちゃんが生きてるってことが、わかるんです。恐竜様は、一瞬でジャバの元へと、行ける、と余裕ぶりを見せました。左京様一行のもとに、馬にとやってきたようです。腹と柄のようです。自己紹介を終えると早速襲いかかって、来ました。すると突然火柱が現れ、女性の姿となって登場しました。彼女の名は関竜といい、三聖竜の一人です。一人称はあたい、はこの登場に、関して、 好きにしろ、柄はとっくりの水を空中に振りまき、次に腹がとっくりの水を振りまきました。それが重なりシャボン玉のようになりました。一種の幻覚の術みたいですね。石竜、面白れー、綺麗だな、おい。そこからナイフが飛んできて石竜は、そのナイフを受け止め、放り投げました。そこから変な音がしてからすぐ柄が、絶明したようです。柄が絶明した後、恐竜様の部下である、三聖竜が全員姿を、表すこととなります。恐竜様、三聖竜が、 全員姿を現してしまった。力は加減するのだぞ。ジャバの城までも薄ぐです。ジャバの城近く、緑竜がそれより倍の巨漢を放り投げると、腹は完全に言ったように、ぶつぶつと発言をしています。ジャバは、ザコだった、と発言し、石竜は怒りながら発言しています。その頭ははるかに超える大バカ野郎だよ。あんたの配下になるために来たわけじゃないことを、理解してほしいね。恐竜様はジャバの玉座へと、近づき、山が兵士を呼びましたが、 何も意味しませんでした。恐竜様の神的な強さを物語るだけです。ジャバ、特別な人しか登れない。この死の階段女、セキル、打ちのめしたい。恐竜様、兄カイルを、返してほしい。ナーシャが顔、を覗きます。それに合わせてジャバも首を、伸ばし、ナーシャを見ます。ジャバ、そのボロギヌの中に、兄がおる、探してごらん。ナーシャは兄をすぐに見つけました。カイルはナーシャを突き飛ばしました。その変貌ぶりにもかかわらず、 ナーシャはカエルを抱きつこうとしました。ちなみにジャバは自分に寄っていました。カエルの反応は冷たいままでした。ジャバ、娘を殺しなさい。そしてカエルはついにジャバの命令に背いたのです。漂流様は針使いの女のことを思い出し、水でできた針を使い、カエルの洗脳を解きました。カエルとナーシャは感動の再会をしたところで、ついに漂流様とジャバが、水術対決することになるわけです。それがジャバ VS 漂流様の 水術対決になっているわけです。続いては名前通りの対決です。三星流はこう笑いをし、水流が動いたりしましたが、漂流様、聞く耳もたぬが、最後は邪バが水流に、食われておしまいです。水流に食われた邪バの、亡きにそっと手を当て、凍結させる漂流様、漂流、この氷は溶けることがない、溶けたとならば、この星にまた悪がはびこる時だろう。漂流様がそういう邪バの、軍は統制を失い空中分解することでしょう。星流、平和が一番なのだ、という統制ぶり。 石竜はあってない感じで口をとんがらせ、緑竜は何もしませんでした。漂流様は桜色の貝殻の行方をナーシャから存じようとしましたが、さっぱりわからず、漂流、その声の主は、私ではない。漂流様はかつての名、玄洋祭で呼ぶ老人の死を探しに、ナーシャとカイルと別れて、惑星ミューラにある学王山山頂へと旅立ちました。謎の老人、玄洋祭よ学王山山頂で待っているぞ、声の主は何者か。 学王さん山頂、カイルとのャは別れたのにも、かかわらず、漂流様の足取りを取ろうと必死です。漂流様は山頂付近でついに、謎の老人と対面します。謎の老人、久しぶり、玄陽祭、三星竜が驚き、戸惑い、攻撃準備をします。一方、漂流様は、あの先人と思い、感動の再会のようなものを、感じました。そう、あの先人とは、報道先人、玄陽祭こと、竜神漂流様の、 師匠報道千人とは、飯島先生のデビュー作、抜け人伝説に登場する老人です。漂流様一行が千人の正体を、夢、だということが、分かり攻撃します。石流は探検、清流は鞭知、緑流が風魔手裏剣を、使って攻撃していますね。どれも攻撃が当たらず、逆に千人に跳ね返ってしまいます。千人、漂流は一族の王者として、おたなしか言ってませんね。漂流様は抵抗し、予測を、超えている、登場しかない、と、千人はこの後、 漂流を夢の世界というか、精神世界へと誘うわけですが。惑星三浦は邪バが漂流様によって、死なれた後に平和な世を取り戻しました。学王さんは左京と仙人の手によって一部削り取られています。住民はそれに気づいていないようです。バッコ箱コでは初登場のキャラとなりますね。バッコは寝ている霊子こと、才ウを起こそうとしますが、すでに才ウが汗だくで起きていますね。バッコ、漂流様の意識が途絶えたようです。才像。 エアリエン。ここで展開16紙はタイなので、一人消滅すると思う一人が、消滅する設定が付加されたと見ますね。その後を機えしてサイゾウちゃんは、惑星ミューラーへと一時旅立ちました。さて、ガクオウさんが削り取られた後は、二つの隕石がこのガクオウさんに落ちました。ティナとバッカスという二中の紙の登場です。ティナ、ヒョウリュウ様が死んだら、久しぶりの四つギり争いが見れそうね、とコメント。 前回16神は四つ切り争いはほとんどないようです。バッカス、ナインテールは漂流の後を追っかけてそれっきり。カイルとナーシャは学王さんで、一回死んでいるようですね。バッカスはカイル、ティナはナーシャに口づけし、体に入りました。入った後は、ティナとバッカス、二中の姿はなく、カイルとナーシャの姿がありました。ティナとバッカスの目的は、竜神漂流こと幻作業を救うこと。ですが、それが予想しない出来事にあってしまい、目的とそれてしまうようです。 一方雷神城。漂流様の消滅に気づいた彼は、前期拝命か、と叫びました。ヤキマル、前期、後期、ついてこい、と彼ら三名は天界にある古神城へと向かいました。ヤキマル、再蔵の助けを借りに行くんだよ。ヤキマルの言葉に密室の鬼は驚きました。古神城に行くと、ヤキマルが大声を上げ、バッコが頭を下げ、霊子は買われてどこかへ行ってしまった、と言いました。ヤキマルも竜神漂流を救い出そうとしました。しかし、戦争が起こる。 という意味深な発言に当時はあまり意味をなしませんでした。惑星三浦、学王さん。古人霊子こと、サイがこの地に降り立ちました。何やら謎の老人とサイが話していますね。いずれ起きる恐怖とは一体、サイには謎の老人の後を追うことができませんでした。古町の夢。天界には16人の神がいます。それが天界16神です。その神の間は多少のこせり合いをしながらも、領土を拡大し、 深く干渉しないことが、天界の掟であり、暗黙の了解でした。天界十六神一同に、会することは、ほとんどないとのことです。そして天界十六神が、一同に集まったから重大なことが、起こったわけです。ダール、重大なことが起きている。ミスク、ジャキマル、コゲンタ、お前らの責任だ。どう償るいをするジャキマル、我々の治める聖域で、起きたことだ。手のほどこしようのない、考え箱ゲンタも一緒だと思う。ミスク、 手も施こしようがないでは済まない時の流れで成長する生物が滅亡と誕生を繰り返す地球という星でだ。古ん者、我々の作った地球の生命体が失敗作というのは認めよう。必ず機械という存在は人類を脅かしているのでどうしようもない。今回で17回目のループに入る。我々も様子見しているが納得いかない。リスクが立ち上がり、お前たちのう一度だろうが一度失敗した生命体は必ず次の過程で進化しなくて離ならない。 納得いかないでは済まされない。邪気丸、じゃあどうすればいいリスク、地球に落ちてもらう。ジャキマル、私とコゲンタに、人間になれというのか、バッカス、人間として生まれるならば、罪の穴埋めができるのかも。知れないが、神よりも人間として死ぬ可能性の方が、高い。ティナはこれに同調し、四つ切り争いが見れることに、賛同しています。ジャキマルとコゲンタはこれに、同調し、地球に落ちることに、決めました。玄洋祭だった頃の幻作業も、 同意していますね。サイォウは後々決めることとなりますが、反対していますね。サイォウは叫びます。神として、関与すればよい、と。玄洋祭はかたくなに、落ちねば、真の理由がわからぬだろう。玄洋祭はリスクを睨らみつけ、その問題がお前の治める聖域で、起きないと言えないのだぞ。その時は覚悟しような。サイォウ以外三中同意した上での、地球落ちでした。この後四中は、それぞれの城で惜しむ声が上がっていますね。特に竜神城での三聖竜の、絶叫は見物だと思います。風神上ではり、シャノンがいますね。 赤子の名は玄乳祭と報道仙人に名付けられ、最ウは玄乳祭より早く生まれていますね。最ウは赤子の玄乳祭を嫌いました。邪気丸、古言タも年数の開きはあり、地球に落ちています。こうして飯島先生のデビュー作、抜け人伝説。がゲーム中語られていないプロローグがこうして始まりました。今の飯島先生にある気があるとは限らないですね。ホラーばっかりだし。おや 動いたは、精人世界での竜神漂流様はルート、ダビと呼ばれています。竜神漂流の竜神役は、母親役のレナ、父親がサムスです。彼の金髪は母親譲りということでしょうか。ートは目を覚め、母親役のレナが、おはよう、目が覚めた、と問いかけています。そういうここは謎の老神役であり、長老が作り上げた、精人世界であることはルートにも気づきませんでした。父親役のサムスは山賊を、捕まえ、自慢をしていますね。縄で縛られ座っている三聖竜、ートは驚き、 それが三聖竜だということは彼は気づきました。竜頭は山賊に問いかけていますが、無駄でした。山賊の処刑は明日です。竜頭は自分を漂流様だと信じていますが、あまり実感はないようです。バッカス、いつになったら左京の元につけるのやら、ギナ、私に答えを求めるな。前方に光が現れ、左京ではないかと思い負いましたが、左京の姿をした者に声をかけたキナは正体を見破られますが、 気にしてサキュウイを姿をした者は突然姿を消しました。代わりに宙に浮いている黒いシルクハットクロマントの男が出てきました。そういうことは精神世界と彼の名はザッパー。次の勝負を期待し、姿を消しました。ザッパーはティナの術にはまっており、彼女に会いたくて仕方ないのでしょうか。ティナ、恋心でかき乱してあげる。ティナは、そのまま寝てしまいました。一方、サキュウさん、ダメだ、できない。いつも、通りの水術ができない。ことでサキュウさんは彼なりに、 神の力を取り戻そうとしていました。そして食事、レナとサムスとリューと会話している最中、自己紹介しました。サムスとレナが寝ついている最中、サキョウは三声竜のいる洞窟に、向かい、説得を試みましたが、無駄でした。緑竜から帰るうちに、アンサキョウ、次第に意識が遠のくなその後サキョウは冷たい水が、当たり、目を覚ましました。長ョウは山賊を逃したことに、静かに怒っていますね。サキョウはレナからラーラの存在を、知ります、そう。 サキュウを3日看病した美しい女性、カエデの息移し、サキュウはラーラを見た途端、夢中になりました。サキュウはラーラを、カエデだと思い、ラーラもサキュウのことを夢中になります。そう、ラーラはカエデと同じく、目が見えなかったからです。サキュウは決心します。ラーラの目になると、今の飯島先生ではねえ、サキョウ、ちょは私を、許してくれるのでしょうか。ネナはサキュウを許しました。サキュウは山賊から受けた痛みを、抱きかかえますが、ラーラも一緒に長老の、元へと行くこととなります。 長老の元に土下座をする左京とラーラ。長老はそれを予期したように何も言いませんでした。ラーラは長老のことを父と呼びました。それからしばらくするとラーラは左京と一緒に元の場所へと戻りました。長老の名前はメラディ。メラディは漂流。恐るに足らず、三星流も登場し、メラディによる漂流を精神世界で抹殺する計画がここで始まりました。メイコチんニオで倒すところまで計算済みだったのかなザッパー、ジモス、そしてメラディは返し、髪は布用。 と残していますね。髪は無能じゃないんですが。ディモスはどこからともなく現れて、そのまま会話してまたどこかへ消えました。インノアを持って、メラディはディモスを恐れているようでした。サキュは自分を言うとと、認め、精人世界内の村で暮らし始めました。山賊の傷もいえ、家族の仕事も手伝うようになりました。しかし、村ではラーラを悲劇のヒロイン役として、扱うという指示が長老側から出されました。サキュはラーラが山賊にさらわれたという情報を、 長老から聞き出しましした。しかしこれはメラディ側が仕掛けた罠でした。ラーラを残酷に殺す。それはラーラに対しての敬意でもあるのでした。山賊とサムス。ラーラは右手を掲げて、敬意を示しました。左京さんはラーラを洞窟で、探します。すぐに見つかりますが、それどころじゃありませんでした。山賊が左京を襲いますが、左京は最後の力を振り絞り、お前たちに死を与える。と、えい,い、今まで封じられた神の力を、解放、山賊を追い払います。 山賊は雨が降るとは思いもしませんでした。しかも左球の周りには雨に濡れていませんよね。しかも風も吹いています。ラーラは左球を止めようとしていますが、左球が降りほどいています。その時ラーラは、左球様、と、言っています。その時左球と山賊は体勢を、崩し、力を失っています。一時的だったのですね。それから左球は夜に目を、覚まし、ラーラは左球の髪を指で吐いています。ラッキーじゃないそれはそれで、左球はラーラに地球にいたかいでという女性の、話をし、 より二つの精神世界出身の、ラーラと派別個体ですね。その当時、サキュウは、玄遊祭と呼ばれていました。地球にいたある時に、サキュウは玄遊祭の名前を、捨ててしまいます。答えは二巻目を見ようね。カエデは宇宙から来た機械と、戦う強い女性でしたが、ラーラと同じく、目が見えませんでした。それでも玄遊祭は死ぬまでカエデを愛しました。月夜の中、ラーラは泣きながらサキュウに、キスをしました。涙がこぼれぬように。惑星ミウラの原因に、 閉じ込められた、ティナとバッカスですが、ティナが目覚め、ザッパーはティナに遊ばれています。ティナに告白されたら最後逃げられないからです。その間、リモスが現れ、銀の輪を見せられたところで、1巻目は終了します。今回はこの辺にし、第2巻の解説考察を楽しみにしましょう。それではまた。